2023年シーズンから阪神の監督に就任した岡田彰布。就任直後からチームにもたらした変化に注目が集まっています。チーム内では優勝のことをアレと呼ぶなど、早速岡田イズムが定着しました。そんな中、2023年に向けたチーム作りで注目を集めているのが中野拓夢のセカンドコンバート案です。なぜレギュラーとして結果を残してきた中野をコンバートするのでしょうか。また岡田が理想とするショートはどのような選手なのでしょうか。阪神のショート。まずは近年の阪神のショートを振り返ります。岡田が前回阪神の監督に就任した2005年は、当時ルーキーだった鳥谷敬をショートのレギュラーに抜擢。その後鳥谷は一軍公式戦1939試合連続出場や13シーズン連続全試合出場といった記録を打ち立てるなど、長年にわたって阪神のショートを務めていました。しかし鳥谷がベテランの域に差し掛かると、2016年後半からサードに転向。その際にショートに抜擢されたのが北条文也です。同年の北条は打率2割7分3厘、105安打、5本塁打、33打点を記録。当時高卒4年目だったこともあり、多くの阪神ファンが北条が鳥谷の後任になると思っていました。ところが2017年は打撃不振に陥り、大和やルーキーの糸原健人に定位置を奪われます。2018年は大和が DeNA に移籍したこともあり、北条、糸原、上田海でショートを争った末に、開幕こそ糸原が起用されたものの、最終的に1年を通して定着した選手はいませんでした。2019年は木浪聖也がオープン戦で新人最多安打記録を更新。最終的に12球団最多の22安打を記録して開幕スタメンの座を手にしました。ところが開幕後は調子が上がらず、2軍落ちも経験。結局2019年と2020年はショートでチーム最多の試合出場を果たしたものの、いずれも出場試合は100試合を切り、レギュラー獲得とはなりませんでした。2021年はシーズン序盤からルーキーの中野がショートのレギュラーに定着。オールスターゲームのファン投票では遊撃手部門で29万3009票を集め、同部門で4年連続選出中だった坂本勇人を抑えて1位で選出されました。また新人として2019年の近本以来、 NPB 史上3人目の盗塁王を獲得。盗塁成功率は9割3分8厘を記録し、盗塁王としては2016年の山田哲人に並ぶ歴代最高盗塁成功率、歴代最小盗塁死を記録しました。続く2022年も感染拡大防止特例2022の対象選手として登録抹消された期間以外はショートのレギュラーとしてチームを牽引。鳥谷がベテランになってからは毎年流動的だったショートに中野がようやくフィットしました。さらに近年は阪神だけでなく、ショートが固定できていなかったチームにレギュラーが定着しつつあります。2022年に139試合に出場し、打率2割4分1厘、9本塁打、48打点、ゴールデングラブ賞も受賞したヤクルト長岡秀樹や、2年連続で130試合以上に出場したオリックス紅林弘太郎らがショートの定位置を獲得しました。このように球界全体のショートにおける世代交代の流れの中で、ショートの定位置をつかんだ中野ですが、岡田監督にはその中野をセカンドにコンバートするプランがあるそうです。岡田監督はなぜ中野をコンバートしてまで新しいショートを発掘しようとしているのでしょうか。岡田監督の思惑。岡田は就任直後から二遊間は守備優先の方針を表明。特にショートについては打率は2割ちょっとでも許容範囲という認識を示したほどで、明確に打撃よりも守備の方針を表明しました。そのような方針のもと、岡田がショートのレギュラーの条件の一つに挙げたのは肩です。阪神の本拠地である甲子園は天然芝のためイレギュラーバウンドも多く、岡田はいい体勢で捕球できることは少ないからな、そういう時に最後に生かされるのは地肩と肩力の重要性について語っていました。このコンバートについて CS フジテレビ1プロ野球ニュース2022に出演した田尾康氏は、シーズン中の解説席で岡田監督は中野をセカンドに持っていくような話もしていたと中野のセカンド起用についてコメント。さらに井端弘和は、
セカンドの方が若干楽なところがある一方で、ショートでたくさん動いていたから足も動けていたというのもある。盗塁を今まで同様に走れるか走れないか、どっちに転ぶか楽しみ、と語っていました。このコンバートについて中野はどのように思っているのでしょうか。2022年シーズン後の秋秋季キャンプ初日から中野は全体メニューの投内連携からセカンドに、その後もシートノック、全体練習後の個別練習までセカンドで練習し、併殺プレーの補給、送球や中継プレーの動きを念入りに確認しました。中野は、久しぶりにやるポジション、動きも全然違う。最初はセカンドの動きに慣れていくことが一番大事だと思う。守備を重点的にキャンプはやっていきたい。今はセカンドに集中したい、とコメント。シートノックを見届けた岡田も、慣れたらいける。中野は意欲がある。やろうとしてる。と、公式戦では1年目に18試合しか守っていないセカンド守備に適用しようとしている姿勢を評価しました。藤本内野守備走塁コーチは、ショートとセカンドでは逆の動き、体の使い方、ボールの入り方が変わる。基本中の基本をしっかりと形から作る。と、長期的にセカンド中野を仕上げていくようです。秋季キャンプ中に記者から、中野は使いたいと思う選手の一人かと質問されると、岡田は、そら使いたいよ、中野は。やっぱりバッティングは二遊間では飛び抜けとるもんな、と語っていました。そのため、このまま中野が順調にセカンドに適応できれば、2023年のセカンドの開幕スタメンは中野が有力でしょう。それでは、岡田が掲げるショートの理想像を体現し、空いたショートの定位置を獲得するのはどの選手なのでしょうか。レギュラーの座をつかむのは、本命は高卒4年目の小畑竜平です。2022年は主にセカンドで出場していた小畑ですが、10月の宮崎フェニックスリーグで本職だったショートに再コンバートされました。このコンバートの背景には、当時は二軍監督だった平田勝夫ヘッドコーチに岡田から、小畑は遊撃で固定との指示があったと言われています。岡田から高い期待がかけられている小畑は、フェニックスリーグでその期待に応える活躍を見せました。10月21日の楽天戦でサイクル安打を達成するなど、出場13試合で打率3割8分を記録。この時点では2023年のショートは小畑で決まりかと思われていました。しかしキャンプが始まってから徐々にその形勢は変化。対抗という形で存在感を示したのが木浪です。先ほど紹介した通り、木浪は1年目の2019年からショートとしてチーム最多出場を果たしながらも、ここ2年は中野にポジションを奪われていました。そんな木浪ですが、この秋季キャンプではアピールに成功。岡田は、ちょっと再発見やな、思っている以上に肩は強い、と木浪の肩の強さを評価しました。もともと打撃には定評があり、現状の総合力は小畑を上回る存在かもしれません。ただこの秋で2人に明確な差はつかず、決着は2023年の春季キャンプに持ち越されました。岡田は、最初は簡単に小畑で行こうと思ったけど、簡単に行けへんようになってきたな、木浪を見たら。ショートは打たんでもいいと思ってたけど、これは小畑も打たんとな。上のレベルでの悩みやから困ってるけど、嬉しい困り方、とコメント。当初はショートとしての守備力が判断基準になっていましたが、木浪の出現で小畑にとっては打撃力向上が必須となっています。秋季キャンプでは連日の早出特殊で、送球までの足の運びやさばき方を反復練習で叩き込んだ小畑ですが、ショートのレギュラー獲得に向けて力強さが必要になってくる。オフはそこをやるだけ、と課題である打撃へ意識を向けることを語っていました。ここまで2023年における阪神のショートの本命と対抗を紹介しましたが、オフの成長によっては2人の脅威となる大穴候補もいます。その選手とは熊谷隆弘です。熊谷といえば、手動計測ながら 50m 走で最速5秒8を記録したほどの俊足と、遠投 115m を記録したほどの強肩を武器に、内野の全ポジションと外野の守備もできるユーティリティプレーヤーとして活躍してきました。特に守備面では堅実な守備への評価が高く、阪神入団時の一軍コーチだった高城伸弘は、内野ゴロに対する熊谷の捕球体制を井端弘和に匹敵するほどいいと評価。久慈照義元コーチも、
小畑や木浪からショートの定位置を奪える選手として熊谷に注目しています。現状岡田からはユーティリティプレイヤーとして評価されていますが、熊谷はユーティリティでは終わりたくない、出るためには打撃が一番大事、守備でももっと上にと、あくまでもレギュラー奪取に向けた覚悟を表明。さらにショートしかないですよね、そこに食い込んでいけるようにと、ショートに絞って勝負することも宣言しました。2022年の阪神といえば圧倒的な投手力を誇った一方で、大事な場面で守備のミスから失点する場面が印象的です。岡田が理想とするような選手がショートのレギュラーになれば致命的なミスが減り、阪神はさらに強くなるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。